で、えー、そういうようなこともやってんすけど、京はそう、漫画道。はい、漫画道の話しますっていうね。<laughs> なんで漫画道なのかって言うとですね、バグラビで、えー、今回やるのが、あの、エッセン漫画特集やろうってもうね、ちょっとまたこれも発作的に言い出しちゃったんです、僕がね。で、あのー、意外なことに伊沢さんもエッセン漫画大好きで、 で、あれもこれもみたいな感じで。まあ、今ね、優秀なエッセイ漫画が多いんですよね。で、まあ、やん、あの、この、ディスカバリーレッジチャンネルで、あの、エッセイ漫画という薬っていう回がありますね。で、割とあれも好評だったんですよね。で、まあ、そっからまた更新されているので、エッセイ漫画いろいろ見てたんだけど、最強のエッセイ漫画って何かなって言ったら、漫画道じゃねえのってなっちゃって。 でも漫画道はエッセイ漫画というよりは自伝漫画ですよね。自伝漫画、えー、および、えー、その周辺ドキュメン、ドキュメンタリーというか、まあ、セミドキュメンタリーというか。ほいでみんなが知ってる人たちがいっぱい出てて、っていうの、おなじみの人たちがって。で漫画道がなんか、パワフルなコンテンツだっていう、もう最大の理由はトキワソだってことなんですよね。トキワソウが強い、なぜ強いかっていうと、 みんな貧乏で無名な人が、まあ、手塚治虫中心に集ま、手塚治虫の元に集まって、貧しい暮らししながら、もう全員が跳ねたっていう印象。で、実際はそうじゃないですよね。光と影なんですけど、とにかくね、でかいんですよね。えー、石森章太郎がいるって、石森章太郎がいるだけですごいのに、そう石の森章太郎と赤塚不住が一緒に住んでたっていうのがもう、 もうふざけんなっていうくらいすごいことなんですよね。その後のギャグ漫画と、まあその s f っていうかまあその少年漫画のもうその軸、手塚以降の柱になるんですけど、そこに藤子不二雄がいるっていう、まあ未だにドラえもんの話しますからね。まあこの3組が同時期にいて仲良く新漫画どことか作って、でまあ、えー、貧乏暮らししてたっていうね話は、 もうね、これね、ほとんどの漫画少年が乗れるっていうか、漫画を描こうと思っている漫画少女、漫画少年たちが、あの、憧れるっていうかね、もうね、日本のね、あの漫画史上でも、ね、最強なストーリーですよね。最強のハッピーエンドっていうか。ところが、まあ、そこに出てきた人たちの中に、えー、なかなかうまくいかなかった人たちもたくさんいるんですよね。で、なかなかうまくいかなかった人たちの中の代表格が赤塚不二夫で、 で、このなかなかうまくいかない赤塚不が、年下の天才漫画家、石森章太郎のアシスタントをやりながら、暗く地道に頑張ってたのがある日さ、跳ねるっていうのはまたこの時はそのこの物語の中の一つのエポックっていうか、みんなが大好きなシーンですよね。生ちゃんっていうね、連載かよっていうね、あのもう、みんながうわって上がるんですけど。で、一方でその、 ダメ人間もいるっていう。ダメ人間代表として森安直哉さんね。で、森安直哉さんは、あの、ちゃんとしなかったっていうね。でもいいやつだった一番盛り上げるやつだった。これ、あれなんですよね。ボキャブラ天国のあの、小坂大魔王をすごく思い出すんですよね。あの、森安直哉さんね。 で、森安直也さんの話がなんで有名なのかというと、あの、キャバキャバキャバのは、あの、笑い方もそうなんですけど、NHK のドキュメンタリーになってるんですよね。森安直也さんの、えー、漫画家としての影の部分と、時はそうの光の部分っていうのをまとめたドキュメンタリーがあって、これをですね、まあ、僕らも死ぬほど見ていて、で、まあ、森安さんともうなんかこう、知ってる人のね、親戚のおじさんみたいにこう思って、 森谷さんというのは地道で美しくて堅実で真面目な漫画を描く人だったんだけど、まあとにかく爪が甘くって逃げちゃうんですよね。友達にお金借りて逃げちゃうっていうね。ほんですぐ漫画家辞めちゃって牛乳配達したりとかして食えないもんだから。でまあふらふら一緒にいたりとかして、出たり入ったりする。そういう人っているんですよね。で、でもまあ森谷さんのその格闘みたいな、まあまあそのテレビに出てるんですけど、まあそれ以外に最近ちょっと面白いなと思ったのが、 トキワ荘になじめなかった人たちの漫画っていうのを、えっ、ー、と、長谷クニさんが書いてて、えー、全然知らなかったんですけどね。長谷さんは、あれですね、あの、藤尾プロでね、えー、赤塚先生手伝ってますよね。だから、ま、その、赤塚一派の代表格の一人っていうかね、えー、で、まあ、その方が見たトキワ荘っていうかで、その人も同時期のトキワ荘のジェネレーション人で、 あの、その人以外にも、山根赤お兄さん、大兄さんとか、横田徳夫さんとか、今、あんまり語られないんだけど、そこそこ人気だったあの漫画家さんって、あの、時キその周辺にいるんですよね。で、長谷さんが書いた、長谷さん側からの時はそうっていう、あの、漫画があって、それ見てたらですね、えつげよしはるさん出てくるんですよね。 で、杉江義春さんだと、あとね、田中照夫さんっていう劇画家っていうか、時代劇描いてる人が出てくるんですけど、僕この人あんま知らないんですけど、杉江義春が、手塚治虫を訪ねてって、時はそうの。で、漫画で食えんのかみたいなこと、相談したって話なんかあるらしいんですけどね。で、ここもあんま有名じゃないんですけど、でも、それきっかけで、俺は漫画家になるんだって決めて、18歳でデビューするっていう杉げさんの、まあ漫画人生っていうか漫画、専業漫画家スタートが始まるんですけど、 きっかけは手塚先生なんですよね、実はね。ああ見えて。だその時の、その後に、つ先生は、赤塚先生と友達になってるんですよね。で赤塚先生を訪ねて時屋奏に行ってるんですよね。でも時屋奏の連中があまりにも、なんか、インテリでついていけなかったっていうようなことを言っているっていう。まあ、それがね、長谷さんの漫画、周辺に出てるんですよね。で、他にも色々とその、ろんな本があって、いろんな人が時屋奏を書いてるもんだから、 あの、いろんなカメラで表現されてるんですよ、ね、その、トキワソウっていうものが。やっぱり、あの、赤塚先生のインタビューで、あの、小学校しか出てない、あの人間がね、自分がね、あの、トキワソウ入ってたら、みんなインテリだったと。で、まあ、石森先生がめちゃめちゃ本読むのは有名ですけど、あの、藤子不二雄の二人が、 カセットに、カセットじゃねえ、テープにね、録音してたと。何を録音してたかっていうと、チャーチルの回顧録を録音してたって言ってで、チャーチル何なんだよっていう。全然わかんないよって言って、あの時はビビったなっていう赤塚先生のインタビューあるんですけど、あの、手塚治虫からの、えぇ、ー、藤子二雄、寺田宏夫、石森翔太郎って、あのあたりの人たちってやっぱり、あの、 相当な勉強家だったと。で、ええー、まあ、あとね、そこそこね、家がいい、豊かだったっていうかね、まあ、手塚先生はのご存知の通りのお坊ちゃまなんですけど、あのー、アビコ先生も藤本先生も、まあ、そこそこ、あの、貧しくはないんですよね。だけど、まあ、その、戦後ね、ええー、つげさんなんかだと、本当にあのー、 大島の旅館の板前だったお父さんと暮らしてて、お父さんが亡くなるまでのわわ数年間みたいなのは豊かで、あとはもう本当に、あの、地獄のような、その、極貧との戦いをずっと続けてきた人なんですよね。あと、あの、コミショーなんですよね。その、いわゆる、あの、人の前に出れない人っていうか。だからなんかみんながいるともうお、あの、いなくなっちゃう。だから、つげさんがそこに行けなかったって、赤塚さんにはあったんだけど、あの、漫画、 新漫画党とかに参加しなかったのは、やっぱり性格的な部分もあったんだと思うんですよね。 まあ、とにかく、こう、一人でこもるっていうか、なんか、だんだんだんだひどくなっていって、それが、あの、こう、家族にも会えなくなっていくみたいな感じになっていくっていうか、まあ、それがあの人の、まあ、作家、作風になっていくっていうか。で、まあ、そのこ、こもっているのがもう限界になっていって、あの人旅に逃げるんですよね。旅という孤独に行くんですよね。まあ、その辺が全部、その漫画に出てるんですけど、つげさんが、あの、トキワスを批判してるっていうか、まあ、その、トキワスには二度と行かないっていう言ってるっていうね、これがすごく面白くて、 だから、反時はそう側っていうのがあって、これはちょっと面白いなと思うんですよね。それでですね、反時はそう側っていうのを考えると、その、えー、ま、最初にそのつげさんがその手塚先生のとこに行った頃の、 初期、と時トキワ荘っていうのは、ま、テラさんと手塚先生ぐらいしかいなかった時期だと思うんですよね。まだワーワーになる前で、ね。それで、まあ、ま、えー、手塚先生に会ったっ手塚はっかと、思いきや、そうじゃなくてですね、その、えー、手塚先生がいすぐいなくなって、で、えー、そこに時キそうが、の人たちがいっぱい集まってくるでそれで、えっ、ー、とね、石森翔太郎さんが、トキワ荘入ってくるので、1957年で昭和31年とか、あのあたり、 なんですけど、あの、その頃に、つげさんはどうしてるかっていうと、同時にですね、辰巳義よさんと会ってるんですよね。だ劇画の、をあの、まあ、カリスマですよね。劇画の中心人物とつげさんが合流してるんですよ。で、その後に、いろいろ頑張ったけど、あの、パッ、あその、パッとしなくて、パッとしなくっていうか、 締め切り恐怖症になって、行方不明になっちゃうんですよね、つげさんってね。そのつげさんを説得して、あの漫画画炉で書かせるっていうのが、なんと白戸三平さんなんですね。で、白戸三平さんは、まあ、出塚先生をね、脅かした劇画界の大スターじゃないですか。で、そこに斎藤隆夫さんいるんですよね。斎 <laughs> 藤隆夫さん、だから亡くなって、いろいろ考えたら、 あの、斎 <laughs> 藤隆夫さんと、辰美義博さんと、えー、その辺ですよね、白戸三平さんと、そしてですね、そのいっちょい上の世代ですね、大御所としての水木しげるさんがいるんですよね。で、水木しげるさんが、あの、気に入っちゃうんですよね、つげさんのことをね。で、ゆぐ不明のつげさんを連絡しろっていうのを、ガロ本氏に書いて、 あの、つげ連絡しろって言って。すごいですよね。その雑誌使ってメッセージを送ったっていうのすごいですよね。で、まあ、そんなこんなでその、水木プロを手伝うために入ってくるっていうのが、あの、つげ吉原さん書いてある。だから、あの、水木先生のところに、ね、あの、取材に行った時に、もう、つげさんの話になりましたね。で、つげさんいじりがひどすぎて。 で、つげさんが傷つくから、お父さんダメよ、みたいなことを、まあ、その娘さん言ってましたね。あの、まあ、そんな感じでわちゃわちゃ仲良かった、みたいですよね。つげさんと、あと、池上良一さんですよね。池上良一さんと、これね、すごいですよね。池上良一さんと、つげさんと、みずきさんと、たつみさんと、ほんと、劇画の、時はそうですよね、これって、ね。だから、みずき先生って、もともとは、あの、村重雄さんという名前で、 であ、水木荘っていうアパートの管理人をやったことがあるんで、自分の名前を水木しげるに変えてたんですけど、水木荘対トキワ荘とかね。トキワ荘は手塚治虫経由で、まあ上にディズニーがいるんで、ディズニーからの流れなんですけど、ディズニーからのそのアップタウンカルチャーっていうかね、おぼっちゃまカルチャーの、えー、系譜っていうか、いい子たちの。 いい子、インテリたちの系譜っていうのが時はそうっうある。そう、一方でもう水木荘の流れで、まあ水木荘に漫画家が住んでたわけじゃないですけど、水木さん一派からの、えー、あの劇が一派ですね。大阪のあの、えー、グループ、劇画グループ。ね、そう、で、斉藤さんたちのもう一派がいてですね、影の一族っていうのがね、光の一族対影の一族でね。 え、水木先生のその上には、ルドン先生がいますからね。<laughs> オディロン・ルドン先生がいますからね。まあ、シュールレアリズムですよね。シュールレアリズムで、そして、つげ先生も非常にシュールレアリズムになってしまいましたよね。で、あのー、白戸先生が、いぶせます字とか読めよみたいなことをちょっと勧めたらしいですよね。で、あの、あと、なんか、 旅館に呼び出したんで、そのあたりから、その、その、白戸さんきっかけで旅にはまっていくみたいなのもあったらしくって。まあ、なんか、こう、だから、で、その、新漫画堂からのトキワソそれからスタジオゼロっていう、まあ、そっちの華やかなラインもあり、ありなんだけど、これがね、50年代、60年代、アーシックスですね。あの、60年代前半を飾るカルチャーとか、光のカルチャー。高度経済成高、高度経済成長の光側をトキワソがやるんですけど、 えー、その後、まあ、ちょっと、その、オイルショック以降の闇の時代が始まるはず、まあ段階世代のあのね、学生運動のあたりから始まる、69年ぐらいから盛り上がってくる闇の時代、プロレタリアの時代っていうのをこっちがガロ中心にさ、支えていくという水基礎、闇の影の、このね、二波に分かれて、えー、戦いがあったっていうね、話。これはね、なかなか面白い。だから、もしかしたら、この、 つげよしはるの漫画道っていうのをすごい読みたいですよね。つげ、だこれは、今っぽいんですよね。あの、わちゃわちゃできない人っていっぱいいるじゃないですか。だからね、俺ね、水木の水木派の人たち、えー、つげよしはるの人生、まあ、ハードですけどね、なかなかきついですけど、あっちはあっちの希望があるぞというね、話をちょっと今回したいなと、えー、思ってしたわけです。